どうもちゃんめめです。今日も神 VS 神の解説をやっていこうと思います。では見ていきましょう。これは開幕 DT4 かな ?DT4 ではなかったですね。開幕 T スピンシングルにした。TSS にして、それから平積みですね。平積みに対し、マフマスさんは赤ハッカの1、2、3、4、5、6連鎖ある。黄色がお邪魔で消えて7連鎖か。で、紫ゾロ見て、紫ゾロで伸ばして8連鎖。でかいぞ。いや、違うか。青が同時消しになってるんで、5ダブの6ダブ。しっかりでもお邪魔のほとんど巻き込んで6ダブと。穴腹がだいぶ来ているんで、早急に解消したいですね。Tスピンダブルから、4連鎖飛んでくる。さあ、これは地形平らにして、受けてから、テトリス送る。さあ、Tスピントリプルにして、青ハッカの3連鎖。青と黄色まで入れて、青ハッカの6連鎖、じゃない、5連鎖。しかし、赤ハッカに切り替えて、赤ハッカの4連鎖。さあ、シングルから、Tスピンダブル、トリプル消し、トリプル消しと。一回受けてからアウト打ち。さあ、4段行くと、かなり強いぞ。3連鎖で軽減するものの、1段振る。そこに、BTB 付きのテトリスの大位置が、刺さって、木揃えで単発打った。しかし、刺さりましたね。まあ、これは後打ちの判断が良かったかな。後打ちで、かなり4段近く送って、それが少し刺さって、そのまま大位置が、大位置に成功した感じ。さあ、開幕パフェ済みでパフェが取れる。2連パフェあるか ?2 連パフェが取れる。ヒーローハッカーの3ダブ4、5連鎖 ?3 ダブの5連鎖ぐらい。さあ、3連パフェ取れる。青ハッカーの1、2、3、4ダブの5、6連鎖でいいのかなこれ。じゃなかった。2ダブの6連鎖か。さあ、しっかり全部消えて6連鎖と。お邪魔の巻き込み方が相変わらず凄まじいですね。さあ、まあまあ穴腹来てるんで、これはちょっと早めに掘りに行きたいですね。Tスピンダブルで赤ハッカの3連鎖。さあ、できるだけ積もって、縦3で6列目受け広くしてますね。さあ、青ハッカで、ニトリでかい。かなりでかいニトリ。で、結構来ましたね。さあ、紫赤の。いや、7連あんのか。わかんなかった。これで7連あんのか。やっぱりなんか、パッと見の連鎖より連鎖数ありますね。こう見ると。パッと見大体これぐらいの連鎖数だろうなって思ってると、それ以上の連鎖数が飛んできている感じ。さあ、Tスピンシングルかな。欄干でもう一回 Tスピンシングルにしましたね。から、テトリスボリー。これもテトリスボリー。さあ、赤ハッカーの3連鎖。青が来ない。黄色ハッカー。さあ、これは4連鎖か。4連鎖にして、じゃない。ん ?4 連鎖でいいのか。黄色は入らず4連鎖。おそらく残しを意識したんでしょう。さあ、これは連のつなぎに行った。2ダブが来る。しかしこれ、連が続いてるんで、連をつなげて、送る。1、2、3連鎖で総裁。ん ?3 連鎖じゃなかったか。紫の段差が、1列目の段差があってなくて、2連鎖で止まってて刺されましたね。今のは珍しく段差をミスった感じかな。さあ、これは DT パフェの構えですね。DT パフェが取れる。緑ハッカーの4連鎖。2列目に緑入れたんで4ダブかな ?4 ダブで、Tスピンダブル打つけど、4ダブの方がこれはでかいですね。Tスピンダブル。緑ハッカー。黄色ハッカー。
平積みで、これは先に保留しておいて後から送るっていう戦法だったけど、2連鎖だったんで結果的にそのまま送れましたね。そして刺さる。これはまあまとめ打ちが刺さった感じかな。かなり連を繋げたんで、だいぶ相手に火力がいきましたね。総裁用の連鎖数もなかったので、そのままぶっ刺さった感じかな。じゃあもう一個見ていきましょう。これはパフェ済みですね。パフェ済みで、パフェが取れない。取れないので、ドネイトで T スピンダブル。さあ、これはどうだ？どこは、緑発火か。さあ、紫悪化した。これは、ちょっと俺置きミスしてるぞ。3、4、5、6、8連鎖か。でかい。さあ、これやばいんじゃない？刺さる。さあ、ちょっと置きミスもあったけど、その置きミスを逃さずに、しっかり連鎖伸ばして、8連鎖で刺しに来ましたね。やっぱり置きミスを、置きミスはかなり咎めてきますよね。特に開幕での置きミスは自由に組ませすぎちゃうんで、開幕は特にミスしたくない。こんな感じでね、すぐに大量の連鎖数で刺しに来るので。ハンバーグ済み、緑の単発って、どうだこれ。回して、回せず、厳しいですね。あ、一応黄色が来れば、まあ、2連鎖は打てるけど、まあ、2連鎖だと、ちょっとこの BTB 付きのテトリスの火力は変えられないので、おそらく決まっていたでしょう。さあ、DT4 で、青発火の3連鎖。DT4 から、キースピンミニで、これは平積みですね。平積み。さあ、泡発火で、多連結2連の3ダブ。さあ、あいみのミスったのがちょっと痛いぞ。緑発火の4連鎖。受けてから相手に送る。少しでも送れば、アプヨ側の時間を削れるので。2連で総裁。これはまあできるだけダブル消し以上で。トリプル消し。まあ、タイプ4の戦い方の、まあ、定石というのは基本的にダブル消し、トリプル消しで掘りに行くことですね。シングル消しで掘りに行くとやはり火力が送れないので相手を自由にさせすぎてしまうので。できるだけダブル消し以上で火力を送りながら掘るっていうのが鉄則です。さあ、5連鎖打たれて、これ残りの形もいいですね。さあ、それに対して俺置きミスしている。きついぞ、これ。緑発火の3連鎖か。1列目の段差がずれて3連鎖。黄色発火、青発火。テトリス。青発火してきた。さあ、ここで後打ちして、でかいぞ、これ。6連、7連鎖。さあ、これ刺さりますね。まあ、ちょっと置きミスしてたっていうのもあったけど、この7連鎖は凄まじくうまい。ちゃんとやっぱり、こっちの画面見てますね。刺さるだろうという思うとこで、だいたい、でかい連鎖数を打ってくるような傾向がある。さあ、これ青発火で、1、2、3、4、5、結構あったけど、青が引けず。赤で単発打って、T スピンシングルから、テトリス。しかし、ゾロ引いたかな？ 3 連鎖で、総裁。T スピンダブルから、再び平積みですね。黄色発火の、これは8-1というか、2ダブになりましたね。で、泡発火の2ダブの3。これは俺は引き続き平積み。どんどん平積みで。赤発火の4ダブ。でかい。
さあ、お邪魔が来て、これはほとんどが穴バラになってるんで、これは早めに解消しに行きたい。さあ、4連鎖、5連鎖と打たれて、どん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 火力をコンスタントに送られてますね。ここで穴バラを掘りに行かなきゃいけないので、この時間で、でかい連鎖数を組まれると危ない。さあ、テトリスにして、2連で総裁。はい、一回単発で削って、青ハッカーが残っている。1、2、3、4、5連鎖かな。さあ、紫伸ばしに行ったと思ったけど、2ダブ。2ダブで削った感じかな。さあ、これ発火して、4連鎖。さあ、これ、ティースピン・フィンの先読みで、フィンを打つが、ちょっとゼットミノが濃いので、リカバリーに少し苦労しますね。ゼットミノ待ちになってしまったんで。3ダブ4連。さあ、もうそろそろマージンが来るぞ。マージンが来ると相当不利になるので、早めに決めたいけど、この穴バラだと決められるような形ではないですね。さあ、歩みの入れて、青ハッカー、2連で総裁してくる。単発で紫ハッカーだな。さあ、黄色ハッカーで伸ばしましたね。これ、でかそうだ。4連鎖、5ダブ、6ダブ。5ダブの6ダブで、ギリギリ耐える。ギリギリ耐えてるけど、かなりきついぞ。ジェイミノでトリプル消し、アイミノでトリプル消し。さあ、これは追い打ちの6連鎖。これ厳しいか？エスミノミスった。エスミノまあミスんなくても、厳しいですね。完全に刺さってましたね。かなり速度出して、アイミノで間に合わせたとしても、まあ余裕で刺さっているので、もうこれは、無理ですね。しっかり穴バラが来てるのを見て、どん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 コンスタントに連鎖数を送って刺さる。やっぱり、あれっすね、その、消した後の残りの形がいいですよね。なんといっても。その、連鎖が終わった後に、また別のとこで連鎖があるような感じかな。常に先を読んで連鎖を作ってるような感じがしますね、やっぱり。すぐにどん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 送られるんで、火力が。そういうとこやっぱすごいな。はい、じゃあまあこんな感じで、今日もお疲れ様でした。まあ、良ければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。では、ありがとうございました。